リコーブラックラムズ東京対トヨタベルブリッツ、ラインアウトを取った、ブラックラムズに反則があってそのセーフリーから声がかかっていましたが、ボールを作っています。ユージットの声がかかりましたが、まずは加藤、その後ボールは少し手前ですけどピックアンドゴーでベルベリッツはチャンスになっています。どうだ、ゴールまであと1メートル、ここで姫野が呼んだ、いや姫野を飛ばす、もう一度和田雄一郎のトライ、先制トライはベルブリッツ。一緒に写真撮った人はチェックしました、ね、まさか。さあラインアウトからボール、大西のスローでボールを作って一度止まりました。ここで話した、その大西からボールが出てきて、今日注目の池田、強さがあります。ボーデンバレットがいるところですけど巻き込んでちょっと離れたところハリーライアン、残り 10m、 すぐに高橋がさばけ、向かい合ったのネイサン・ヒューズだ、うん、イングランド代表22キャップネイサン・ヒューズ、以上したと思ってくれて、残りはまだ2人よ、リコーブラックラムズがアクシデントの中での今日試合でしたけれども1本返しました。移動が上手でしたね、タイミングとかコースでですね、はい、まだ2位と3位が決まっていませんので相手は分からないんですけれども、ベルブリッツにとってもこれが今シーズンこのチームでの最後の試合、おととい練習会場のトヨタスポーツセンターでスタッフも含めて全員で集合写真を撮って最後の全体練習を終えました。さあこの通過機、さあ決める、決めるがいる、タッチライン際ですが、このストーバーズが押し出しました。今日また開幕節に続いての兄弟対決になります。セミシットポー、ブラックラムズ15番と今のリリアムトポー、グランダネイサン・ヒューズ、こちら側ですが、どうでしょうか、ボールは、うわー、またチャージした、狙っていた、狙っていた、ボーデン・バレットは抑えるか、ボーデン・バレットが抑えました、これがチャージがボーデンではなかったので、前にいたボーデン・バレットが抑えたということですが、チャージは正当だったんですかね、じゃないですかね、出るところは。ちょっとそうですね、あの角度のチャージは研究に値しますね、あ、今ですか、ずらしてますね、池田、うまいんですよね、こちら入ってきた大西です、こちらの大西、アドバンテージ、アドバンテージがあったから足としてのキック、私たちが取りましたが、その前にアドバンテージです。決まりました、これでスコア、リコーブラックラムズが前に出ました、8対5になりました。デュトイで取った、あ、取れない取れない、取れませんでした、ピーターストフ・デュトイ、さあここからブラックラムズ大歓声だ、大阪を抜けていった山村、3年ぶりのこの公式戦のピッチ、山村智也が今日躍動しています。そしてこの後すぐにキック、リコーバーサイド、外から持ってるか、インゴールまで入って高橋太一、サンスマートフォンやカメラを構えてボーデン・バレットのキック決まりました。
12対8になりました。ベルブリッツがリードです。さりげないゲーム聞きますね。さあそしてチャーリーローレスだ。つなげて杉野から姫野へ、姫野がルーキャプテン松橋とその後どうだ、もう一つ前に出てボールはどうだどうだどうだ、手はフルセレフティーの手は上がらず、ボーデンバレットからさあ高橋が流れて、高橋が高橋が高橋が今のツイートまで1トライ差に迫って高橋対1、白の11がちょっとアングルチェンジをしているようにも見えます、ね、15は内側に行っちゃってるから15ではない、11だね。オブストラクションノートライ、オフサイドのアドバンテージがありますので戻ると思います。ボールバレットの近くにいるのが高橋太一、むしろ外のスペースの方が取れそうですよね。押し戻したドラッグラムズのディフェンス、さあそして移動して移動してこのチャーリーローレス、そこに行くのが和田です。和田今日に捉えてか、いやこちらにどうでしょうか、あフェイント、和田のスパイクが、あーノートライタッチになりました。ここでフルタイムの笛ということになりました。ドラゴンズはまだ交代はしていなくて今スタンバイをしている状況。このフォワードが最後の仕事、ドラゴンズフォーワードが崩れてこのチームが第3ヒューズのトライ、この喜び方が終戦にかける思い、しなったんですね。もうそしてディフェンス、ブラッククラブズ、この攻撃が続いています。RSP! ずらした、ピーター抜けた、塩サイヤ、ピーター13点差でまたスノーだ、スノー元気が突破した、今日初めてのトライ。そしてジョシュ・ディクソン、ファールしました。ボーデン・バレットも同じ画面の中にいる。ファールからボーデンへキックだ、キックだ、外から入ってきたのは古川だ、今度はトライだ。ボーデン・バレットがキックで見せて、そして古川もそこのトライ、そして力ある、16番アリカ、18番ストーという実力者のフロントローが入っているベルブリッツ、こちら側サイド姫野、浮かしたボールでアーノスミス、どうだオフロード繋がるか、どうだアリカ竜兵、ここに 1m まで迫ってきた、オフロードが滑り出てきた、アーノスミスだ、パスで切った、アリカだ、連続トライ古川雅人、古川雅人の連続トライになりました。高橋、さあ高橋が追っていく、今のついたままトライがありません。高橋まだ今日ノートライ、残り2トライ差、ペナルティー、ベルブリッツボールになりました。すぐに仕掛けた、すぐに仕掛けた、姫野が仕掛けて高橋大地も、23番の古川が追っていて、アーロン・スミスから秋山、アーロン・スミスのトライ、トライ認められました。アーロン・スミスのトライ、アーロン・スミス今シーズン7トライ目になりました。大外に姫野がいますが、ここに姫野が中に入ってきました。そして秋山へオフロードの出す小池だ、話すストロングフィニッシュ、残りの時間にしたいブラックラムズです。2枚と横を頼みますけど、20番画面でいうと手前、その逆サイドに来ました。みんなこれが持ち味だ、ちょっと取りずったところで姫野がいてしまった、ボードキープ、よくキープした16番小池、さあ第3ヒューズ展開したところ、18番大山、ジョシュ・ディクソン絡めない、おー入った、80分になるところで
全員でチャージに来たベルブリッツ防ぎました。まさにストロングフィニッシュ、トヨタベルブリッツ45対18、16試合1280分、フルに出続けました。まあそういうことですかね。